校長先生、はい、大きな声で用意とお願いします。よーい、ダッチャップ。さあ、安全祈願、このプールが安全でありますようにっていう願いを込めて、今舞さん綺麗にクロールを泳いでくれました。はい、ね、はい、今終わりました。拍手をお願いします。オリンピックで金メダルを取るという大きな目標を掲げて、たくさんの練習をこなしてきたことや、たくさんの家族の支えがあったことを学ぶことができました。その中でも特に中村さんが言われた、どん底から這い上がる努力が大切という言葉には、どこか共感できたり共感できるポイントがありました。最後になりましたが、福栄町の誇れる特産品は大栄スイカです。ぜひ大栄スイカを食べて帰っていってください。今日は本当にありがとうございました。見てください、今でも 50m を26秒で泳ぎます。綺麗な泳ぎですね。いやー、素晴らしい泳ぎでございます。綺麗な泳ぎですね。